こんにちは、エバツタケチです。今回は、自分の方がすごいとアピールしてくる人の対処法っていうテーマでお話ししていきたいと思います。どんな世界にもライバルはいると思いますが、中には、こちらは何とも思っていないのに、相手が勝手に変なライバル意識を燃やして対抗してくる人もいます。そんな人に、俺はお前よりすごいぞ、とあからさまにアピールされ続けていると、さすがにこっちも、なんだあれはと、 嫌なな気持ちになってくると思います例えば、職場で自分の上司にアピールされるというのがあります。こちらは部下だから上司に対して全くライバル意識など持っていないのに、相手は断るごとに、俺は仕事ができるから忙しいというアピールをしてくるのです。例えば、昨日も終電で家に帰ったわと言って、俺は有能だからたくさんの仕事を任せられて忙しいんだぞ。 というアピールをしてきますまた、最近家で飯食ってないわといい、お前は暇そうでいいなというアピールをしてきます。こんなことは無視していればいいと思いますが、この上司に接するたびに、このようなことを言われ続けているとうんざりしてきます。こういう人は明らかに自己評価の低い人だと思います。部下をライバル視する時点で、自分はこいつに追い抜かれるかもしれないという不安があるからです。 そして、いつも自分の方が優れていると思わせたくて、遠回しに自分はすごいということをアピールしているのだと思います。では、そんな人にはどのように対応していけばいいのでしょうか。この場合、相手に何だ、自分に自信がないんだと分かれば、可愛い,いなとか、かわいそうだなと思えてくると思います。だから、そんな人には素直に褒めてあげればいいと思います。 お忙しそうで大変ですねと言えばそれで済むと思います。俺はお前より優れているなどと自分の方が上だとアピールしてくるに対してはとりあえず褒めるというのがとても効果的な対処法です。相手は自分の方がすごいと伝えることであなたがムッとしたり焦ったり何らかのネガティブな反応を期待しているのです。だからそのような反応を見せなければ相手はこの攻撃はこいつには効かないんだと 思い知らされるからです。しかも、こちらはネガティブな反応をしないだけでなく、相手を褒めているわけですから、相手の調子は狂ってしまいます。このように、相手の期待通りの反応をしないということが、相手に対する一番の反撃になるのです。これを繰り返していると、相手は何を言っても、こちらにダメージを与えられないことに気づいてきます。そして、俺はすごいんだぞアピールも、だんだんと、 減っていくと思います。では、今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。